まずこの健太くんから、クニくんにボールと渡ったここら辺でも奪うなと思ったんですね、クニくんが。で、うまく中に運んでくれたんで、もうここでマイナス来ると分かってたんで、で、ニアにキーパーおったんで、もうファーしかないなと思って打ったら、またっすかね、これ奇跡のまた抜けて入ってくれました。嬉しかったっす、初ゴール。あー、いいですね。もう奪うのはもう奪いそうだな、あるあるっていうか、これこういうプレー見えてないんで奪うだろうなと思って、まあ奪った瞬間に中にポジション取って、前に行きすぎないこと、角度なくなるから奪って中に入りすぎないことを意識しました。角度を取るため、コースは良かったんですけど、あんま当たりはあんまり良くなかったです。でも吹かさないことを意識できたんで良かったです。はい。まあ結果的に失点したんで決勝ゴールっていう話になったんですけど、試合前にちょうど出てくるとフォワードの2人で2点いこうねっていう本当に話してた通り取れたんで、めっちゃ嬉しかったですし。3連戦3連勝で終われて、まあ、次5連戦ですけど、5連勝して8連勝して、多分過去にあるんですかね、多分 なさそうなんで、記録作っていきたいなと思います。まあ、ほんまは最近ヘアバンドしてるんで、ヘアバンドのチュナルのやつやりたかったんですけど忘れてたのと、今最近フォートナイトっていうめっちゃ面白いゲームにハマってるんで、でそれエモートっていうダンスとか結構面白い、なんかゴールパフォーマンス的なやつが何百種類もあるんで、その中から今探し出してる途中です。毎日フォートナイトしてるんで、ほぼ探してます。5連戦5得点いきます、それだけです。まあ、ファンの皆さんはやっぱり5連戦ということで試合たくさん見れて楽しみにしてると思うんで、まあ勝利っていうのを届けるのが最高に最高の週末というか最高の2週間3週間ぐらいになると思うんで、全部勝ってコロナ打ち勝っていきたいと思います、勝利で。